おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ885です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちらフィグマの、上杉謙信、こちらの方を紹介しました。で、この謙信は過去に、動画の方で、紹介のリクエストをいただいてましたので、まあ、やりましたと。ということで、ちょうどですね、この謙信が出てた作品ですね、一応こちらの方が戦国乱世ってやつですね、そちらに出ていたということで、たまたまでもないかななんですけど、固定フィギュアの方ちょっと持ってまして、それも安く買ったんですけどね。はい、一応そちらの方を今回紹介したいと思います。まあ今回と次回でね、はい、やりたいと思います。で、まあこちらちょっと避けまして、一応今回紹介するのがこちら、じゃん、はい、こちらですね、まあ、戦国乱世、ここに書いてあります、こちらの、南条乱ってやつですね、こちらの方をちょっと紹介していきたいと思います。まあ一応箱としてはこんな感じ、まあメーカーとしては不寿武器屋こうで、まあ側面がこうで裏がこうです。そして南条乱というのはこういうやつですよっていう、こういうまあやつが載ってて、まあ五方城家がこうでどうのとか、ね、エリアがどうのみたいなのが書いてあるという感じです。で、またその反対側がこうで、で上、まあ上はこうですね、ある意味こうで、よいしょと、そこがこうなってると、ここにもランス書いてますね。はい、一応こんな感じのフィギュアとなってます。で、これ自体はもういつだ、相当前ですね、買ったの、もう1年とか2年とかそういうレベルじゃないぐらいの時代に買ってますね。はい、なので今これ見ていただくとなんとなくわかると思いますけど、ビニールがこうついてるんですけど、このビニールが果たしてくっついてないかなっていうのがちょっと不安になるぐらいの感じですね。はい、ということで、まずこちらでね、この箱からちょっと出して、中身出していきたいと思います。一応側面とここですね、ここにシールがついてるという感じですので、そこを開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。一応これ顔とか腕の部分が普通のやつだと、こう全部このね、ケースの材料とか素材で全部埋まっちゃってるんですけど、その分ね、こう抜けてるんで、こっからね、フィギュア本体からまあ出るようなね、なんていうの、ガスみたいなやつが全部隙間から抜けて、箱の隙間から抜けてるんで、触った感じベタつきはないですね。これ結構ね、そのピッチリ入ってるやつに、中で、ね、ずっとあるとね、結構ねベタつきの原因にもなったりするんですけどね、それがまあないよと、まあ、裏側は塞がってますけどね、裏から見るとこんな感じで、これですね、多分これもともと透明だったのかな、なんか色がなんかとんでもないことになってますね。まあこんな感じの形で収まってると。で、このケースは側面とか止まってますけど、さらに針金で固定されてる、そんな感じですね。一応フィグマですね。フィグマとのサイズ感で見るとあんまり大きくないなっていう感じですね。一応フィギュアのサイズとしてはなんか8分の1サイズなんで、まあ標準的には標準的なんですけどね、思ったよりちっちゃいという感じでしょうかね。はい、ということで、こちらをねケースから出して、パーツ一式どころか、まあ出したら終わりな感じがしますけど、ちょっと準備したいと思います。はい、箱から出したのがこの状態となります。といってもまああれだね、ビニールが巻いてたやつを取っただけって感じですよね。一応こちらのここの前面のこの黒いやつ、まあ、後ろにも回ってきてるやつで、前のここの白いやつ、足とスカートの中、あと手だね、ここのところにビニールがついてたんですけど、ビニールっていうか、こうパーツがあってビニールがかぶってるよと。で、このビニールがただ単にあのビニールこうねじってね、こうくっついてるだけなら剥がしやすい。で、それをまあほどいて抜き取って、また箱に戻すときにまたスポッと入れてねじればいいんですけど、これ入れたやつを丁寧にね、セロハンテープで貼ってるんですよ。で、ただそのセロハンテープの口がもうね、わかんないんだよね。なので、こことここのビニールはもう破り捨てましたっていうぐらい、あの全然見えなくてすっごい苦労しました。一応これ箱開けます、この状態になるまでに多分5、6分はね格闘しましたね、っていうぐらい剥がれにくいんで、多分ほとんどの方がこれやるときにはそのテープのね切れ目が分かんないと思うんで、捨てることになるのかなと思いました。はい、で、あと、多分頭部と、あと脚部だね、この足とこのスカートの中、これがあのちょっとね内側にベタベタついてる、あのちょっとしたねセロハンみたいな感じのやつでぐるっとこう巻いてあるんで、私が買って4年5年で、まあとりあえず
パーツ自体にはあのベタつきとかも残ってないんで大丈夫だったんですけど、もっとね、もっと長く保管してるようなこの時代よりももっと古いフィギュアとかがあったら開けた方がいいかもしれないです。もしかしたらベタベタついてるかね、色は剥がれる原因になるかもしれないんで、ちょっと注意が必要かなというふうにちょっと思っちゃいましたね。まあ、一応フィギュアとしてはこんな感じなんで、ぐるーり回すと、まあこんな感じですよという形になってます。一応こう、正面からこう見ると、今のこのアングルから見ちゃうと、ここの部分が顔に被ってますけど、一応こんな感じにはなってるんで、まあとりあえず、出来は悪くはないのかな。動きも結構ありますし、この辺とかね、あと、ここだね、これ。ここのところの印刷とかね、この辺とかも結構綺麗に入ってはいます。あと、パーツ自体も、ビヨーン、ビヨーンとなってますけど、まあ結構固めなやつ。で、前のところにあるフロントのこいつはちょっと柔らかめですけど、そんなに、あの、へたるような感じもなさそうな感じ。要所要所結構綺麗にできてます。顔としては似てるかどうかって言われちゃうと、まあちょっとね、作品を知らないっちゃ知らないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、概ね良好なのかなとは思います。今ちょっとカメラの位置を上げましたけど、まあ、こんな感じ。こう見たらいい感じかな。こういう感じで見れば大丈夫かな。一応顔としてはこうなるんで、はい、表情というか顔はこんな感じ。まあ、出来としてはこういう形になるよと。ちょっとここが破損注意かなっていう感じもありますね。あと、それ以外はこんな感じで、いい感じです。で、ちなみにこちら、先ほどね、足のところにもビニールが巻いてあって、スカートの中にもちょっとビニールがね、ちょっと巻いてありました。ありましたと言いました。なので、そちらの方をね、どうしようかな。あまりいつもやらないんですけど、お見せした方がいいかなと思いますんで、やっといた方がいいかな。一応こちらのスカートはキャストオフですね。まあ、取り外すことができると。で、ボディが普通にボーンと外れるんで、この状態で、まあ、外してボディを戻してあげるという感じです。一応、ここから少しの間でね、少しの間このスカートを外した状態にしますので、そちらが嫌いな方は30秒くらいかな、を飛ばしてもらえればいいと思います。なので、これからね、そのシーンを出しますんで、これからね、見ない方は飛ばしてください。警告しましたよ。ということで、外した状態、いきたいと思います。はい、外したのがこの状態。一応中の方もちゃんと作られております。まあ、あれなんだね。ふんどしではなくて普通にパンツなんだね。っていうのが初めて知ったかなと。一応こういう風な感じに、まあ中は作られている。一応スカートの内側も白いやつになってるんで、色移りはなさそうな感じですね。はい。一応こんな感じとなってます。なので元に戻します。はい、元に戻しました。これですね。こういう状態です。見たい方は、バッチリ見てたのかな。まあ見たくない方はしっかり飛ばしてもらえればと思います。一応こんな感じ。まあ実際時代っていうかね、出たのは古いんで、確かね、ネットで調べてもそんなに高くはないんでね。なので、気になった方はちょっとね、探してみるのもいいかなと思います。まああと作品知ってるか知らないかって話もあるんですけど、私は知りません。はい。前回紹介した上杉謙信、あれはフィグマで出てたから普通に買った。この南條蘭は、安かったから買ったって感じかな。なので特にその作品の思い入れがあったから買ったわけではなく、買ってみたら思ったよりいいんじゃないって思ったような感じなので、まあ、これもそんな感じで買ったもんなんでね、気になった方はちょっと軽くつまんでみる程度で買ってみるのもいいかなと思いました。はい、ということで一応今回はこちらの、固定フィギュアの方の南條蘭、こちらの方の紹介をしていきました。はい。ということで次回ですね。次回も同じく、戦国ランス、こちらの方の固定フィギュア。まあ最後の一体でね、持ってる中では。他にも結構出てるみたいなんですけど、もう持ってるのがもう一体しかないんでね。なのでそちらの方のね、紹介をちょっとしたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。